守るために赤土を塗ったのが化粧の始まりっていうんです。悪魔の侵入を防ぐためにしだしたのが化粧の歴史っていうんです。怖いですね、そう考えたらね。だからこういうことの歴史も知っておくとですね、あ、そういうところから来てるんや、そういう人が、そういう思いを受けた人がもしかしたら自分の DNA に入ってないか、そういうことも考えて、なんか知らんけどメイクがすごく自信ないわっていう方はどっかしたら自分のせいじゃないよって僕さっき言います。もしかしたらこういう昔の方がこうなってるかわからんからな、でも今は楽しんだらいいよっていう話をしていくわけです。で、僕がなぜ毛を愛してやったかというと、実は江戸時代の頃に日本の文化としていい文化が入ったんです。もともとの化粧の意味は気を配る、気配っていうところが入って、実は気配り、思いやりっていうのが化粧というふうな文化なんです。僕もこれ大賛成で、だから毛和絵師ヒデとして僕は名乗ったんです。メイクアップアーティストと言わなかった。毛和絵師っていうのはすごくいいやない、日本の文化としていいやないと思ったんで、毛和絵師ヒデって名前を付けてやってます。だから親御さんが本当に責任あるんですよ。これ顔を作る、顔の大事なことを教えていくっていうのはすごい責任です。まあ僕はこうやって KIK って言って、綺麗に生き生き健康にっていうね、ボランティア活動もずっとやってたので、これもう間違いなく化粧の効果、瞳孔が開くとかね、集中力アップしますよ本当に。ちゃんとメイクをした時っていうのはもう一日の成果がありますから、